はい、みなさんこんにちは、ペン回しパフォーマー K です。1から始めるペン回し講座、今回はネオさん255やっていきましょう。はい、ネオさん233というね、アラウンド系の難しい技、代表みたいな技がありますけど、これの55、小指版ですね。以前別の動画でやったピンキーポップにもつながる技なんで、ぜひチャレンジしてみてください。で、今回使うペンなんですけど、ちょっと重めでしっかり遠心力がかかるペンの方がいいと思います。で、今回は ZW1001 アドバンスを使ってやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。まずはお手本動画からご覧ください。はい、こういう感じの動きですね。まずここから始まって、でネオバックアラウンドで小指まで流して、小指でアラウンドして 1.5 回転させて、もう1回小指でアラウンド、こういう感じです。で、今回は3つのステップで解説していこうと思います。はい、まずステップ1ですね。この動きです。ネオバックアラウンドして小指に巻きつける。この動き、これ単体でもフリースタイルの締めとかでも使える便利な技なんで、ぜひ覚えてみてほしいんですけど、まずは2345ネオバックアラウンドですね。バックアラウンドの動きで人差し指を回りきらないで小指の方に流す動きですね。で、これを小指に引っ掛けてそのまま回すような感じなんですけど、これポイントはネオバックアラウンドの位置調整ですね。普通にネオバックアラウンドするとこっち側をね、結構持っちゃいがちなんですけど、小指でアラウンドするためにはできる限りこっちの方を持たないといけないわけなんですね。なんで、この最初のネオバックアラウンドをする時点で、もうできる限りこっちで掴むっていう意識を持っとく。ここで回転させすぎちゃうとこっち持っちゃうんで、なるべく回転数を抑えるような感じでネオバックアラウンドしてあげるといいと思います。で、位置調整をした上でここまでペンが来たら、小指をちょっと起こして思い切って横に振る。ほんまにペンを引っ掛けて小指に巻きつけるような感じですね。この技で変にここで一回保持して回すとかってやっちゃうと変な癖がついちゃうんで、まあ、そもそもね、小指のこのアラウンド単体がまだうまくできないよって方はこれ単体で練習してあげた方がいいと思うんですけど、もう狙いをつけて小指に巻きつけるような感じにしてあげた方がいいと思います、多分。はい、続いてステップ2、こんな動きです。今の小指アラウンドを 1.5 回転にする。ここが結構ね、今回鬼門になる難しいポイントかなと思います。基本的にはステップ1の動きと同じ感じでいいんですけど、この小指を回った後に若干小指を閉じて、この上で回転数を増やすって感じなんですね。で、これ小指の上だけで回転数が増えてるわけではなくて、この辺に乗ってる感じです。回ってるのはここです。この中指、薬指、小指で作った面の上で回るみたいな感じですね。で、ここで一番大事なポイントは、指に力は入れない方がいいです。今の説明聞いて、ちょっとこう指に力を入れてね、まっすぐにして平面を作ろうっていう気になっちゃう方もいるかもしれないんですけど、これだとね、うまく回ってくれないんですよね。この辺の骨に当たっちゃって落ちちゃいます。だからこの上で回るときは力入れなくていいです。もう本当に力を抜いて、軽く指が曲がってるぐらいの状態。このぐらい。で、この辺ですね、関節のあたりで回る感じです。で、最初 1.5 回転でキャッチしようとせずに、とりあえずこの上に乗せて回すっていうのをやってみてもいいと思います。キャッチするときはどうしてももう一回小指を上げる動作が必要になるんで、いきなりそこまで意識すると結構大変なんで、最初は回転させるだけやってみてください。で、なんとなく回転の感覚がつかめてきたら、回った後に小指をちょっと上げてキャッチするっていう感じですね。で、ここでもう一個大事なのが、この手の角度ですね。こうなんとなく小指のアラウンドってこういうイメージがあると思うんですけど、このひねりを加えちゃうとすごく難しくなります。ネオさん255の時はもうほとんどこの角度から動かさない、手をこのまんま横に振って 1.5 回転させるって感じですね。こういう動きになるとかなりやりにくいです。ここで変に勢いつけようとしなくて大丈夫なんで、普通にステップ1と同じように弾いて小指を寝かせるって感じですね。
はい、それではステップ3、いよいよ完成形です。今の 1.5 回転からさらにもう1回小指に巻きつけます。最後小指に巻きつける時も基本的にはステップ1と同じ感じで大丈夫なんですけど、その手前の動きがね、回転がかかって制御しにくい状態になるんで、ここが結構難しく感じるポイントだと思います。だそれでもやっぱりポイントはステップ1と一緒です。ここで 1.5 回転した後にもう1回小指に巻きつけるんで、ここでペンの位置が小指のアラウンドをしやすい位置にいてあげる必要があるんですね。ちょっとなんか日本語おかしいけど、まあいいか、行こう、このまま行こう。ペンの真ん中よりこっち側で小指が当たるような位置にして、ここから勢いで小指に巻きつけるって感じですね。ただやっぱりこの小指の 1.5 回転でそこまで完全に制御しきるのってかなり難しいんですよ。だから回転の調整だけではそう綺麗にはいかないです。じゃあどうするかっていうと、ここで回った後に手で結構強引に位置を調整しちゃってます。手の位置をスライドさせていいところに持っていくようにするんですね。もちろん動き少ない方が綺麗ではあるんですけど、現実なかなか難しいんで、ずれちゃっても手でこう合わせに行く。やっぱりね、その時の動きによって回転が思うようにかからなかったり、回転がかかりすぎちゃったりっていうこともあるんで、手で微調整して合わせに行ってあげる感じですね。自分から見てこの形ですね。小指がこのペンのこっち側に当たるように毎回意識するような感じです。ステップ1の時もネオバックアラウンドしてこの位置ぐらいに小指が来る。で回す。で 1.5 回転してその後もこの辺りに小指があるようにして回すって感じですね。こっち側の端を狙って毎回小指を当てるような感じです。であとはこの小指の動きですね。どうしてもこの 1.5 回転するときは小指を閉じることになるんで、でまた起こしてアラウンドっていう形になるんで、閉じて上げて閉じて上げてっていう動きになります。これがね、慣れるまで結構こうジタバタしちゃうと思うんですけど、ここは練習ですね。何回もやって小指を上げるタイミングがつかめてくるとできるようになってくると思います。でもちろんこれ 1.5 回転のアラウンドの回数を増やして連打することもできます。で今の回数連打してるときも結構手動いてましたよね。1回だけやるときも今みたいな感じで位置を調整してあげると成功率上がってくると思います。で次第に安定してくれば、こうやってね、動き少なくできるようになってくるんで、練習してみてください。はい、ということでネオさん255でした。技単体でできるようになったらコンボからね、つなげてできるようにやってみてください。結構ね、他の技からつないでくるとまたちょっと感覚が変わって難しくなったりもするんで、単体で習得したら別の技からつないでやってみるっていうのをやってみましょう。これは他のどんな技でも言えると思うんで、練習の一つとしてやってみてください。はい、ということで今日の解説はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。K プロデュースのペンマス専用ペンが登場。解説本も販売中です。詳しくは概要欄をチェック。